後期世典は、日本の政治家、愛知県豊明市長、大阪府大阪市出身、京都大学経済学部在学中は、相撲部首相を務めていた。また、大学時代は、映画監督になることを目指し、脚本の勉強もしていた。1992年3月、同大学卒業。同年4月、朝日放送に就職。1997年2月、 退職。同年8月、ピッツバーグ大学公共、国際問題専門大学院に入学。1999年8月、同大学院を卒業。2000年3月、朝日新聞社に入社。2001年9月、退職。同年11月、東京メトロポリタンテレビジョンに入社。2003年6月、退職。2004年4月、 立命館大学法科大学院に入学。2006年10月、イオン株式会社に入社。広報マネージャーとなる。2010年3月、立命館大学法科大学院を卒業。2012年、豊明市は県内初の副市長の公募を実施。高期はこれに応募するため5月に、イオン株式会社を退職。公募には全国から51人が応募し、 書類選考で8人に絞られ、8月6日に公開選考会が行われた。8月9日、市は、交う期を選んだと発表。8月17日、豊明市副市長に就任した。2015年1月30日、市議会や市職員に対する説明や対話が不十分では、と石川秀明市長の姿勢に疑問を持つようになり、2月19日付け退職届を、 提出。二月十二日、石川は、交付期を同日付で会食したと発表した。二月二十日、豊明市長選挙への出馬を表明。同年四月二十六日に行われた、豊明市長選挙に無所属で出馬。選挙戦では保守系シギラの多数が支援し、後援会長は、元副市長が担った。現職の石川、元市議の伊藤清志らに候補を破り初当選した。 4月30日、市長就任。選挙の結果は以下の通り。当日有権者数53,037人。最終投票率 55.94%2019 年。無投票により再選。ありがとうございます。